天馬林駅は、かつて、青森県上北郡天馬林村森の上にあった、南部縦貫鉄道南部縦貫鉄道線の駅である。一面一線のホームを持つ旧天馬林村の中心駅で、広い構内と大きめの駅舎を構えていた。もともとは、事神駅で一面二線ホームと数本の貨物側線を持ち、列車交換や、 近隣の上北鉱山をはじめとする鉱物や木材の積み出しなども行っており、駅係員や信号係が出刷や改札、タブレットの受け渡し、貨車の入れ替えなどを行っていた。村の中心駅で道路線の利用者の大半が当駅利用者であり、駅舎内には窓口や待合室を設けていて、他に係員の詰め所や宿泊設備や 信号設備なども設けられていた。しかし1971年に鉱山が閉山し、その後も沿道が整備されるなどして、自動車、トラックや路線バスが普及すると利用者と貨物取扱い量は減り始め、1984年の国鉄ダイヤ改正で貨物取扱いがべて廃止された。加えて近隣の路線バスに押されて、 深刻な乗客源に陥ったために、貨物列車廃止と同時に列車が減便されて、定期列車の列車交換も廃止され、列車交換は不定期列車運行時のみとなった。それからわずか1年後の1985年に、不定期列車が廃止され、これによる閉塞方式の変更に伴い完全無人駅となり、貨物側線や交換設備もほとんどが撤去され、 実質一面一線となった。さらに1995年4月からは乗客の大半を占めていた天馬林村の各小学校の学生郵送もスクールバスに切り替えられたことで当駅を利用する乗客はほとんどいなくなった。廃止直前は一般乗降客は本数が多い路線バスにこうしていたためあたり、駅利用者は皆無で駅舎も構内も荒れ果てており、 外されたレールが撤去されないまま校内に大量に、のずみ放置されていた状態であった。しばらく駅舎やホームは残されていたが、手付け数だったため駅舎は廃墟同然となり、校内も破壊して、完全に荒れ果てていた状態であった。駅舎は老朽化が著しく倒壊の恐れが出たために2006年3月26日に解体された。 残されたホームも2010年7月頃に撤去され、現在はさらちになっている。ありがとうございます。